各分株式会社は、愛知県刈谷市、伊豆田町、怖い一番地に本社を置く総合建設会社。刈谷市を中心とした愛知県西三河地方を活動の場としている。資本金は8000万円。2018年時点の従業員数は117人で、あり、一級建築士20名、一級建築士公管理技士33名、一級、 土木施工管理技師12名、宅地建物取引士17名などを有する。分譲マンションや分譲住宅の住宅事業部、事業所ビルやレジャー施設の建築事業部、道路や橋梁などの土木事業部の3部門からなる。文久3年創業。初代の鈴木文介は、合商の神や長子郎の下で大番頭を務めていた人物である。鈴木文介は、 神谷家から独立し、材木の販売や建築の請負いを行う、住屋を設立。愛知県碧海軍、伊豆田村を拠点として、学校や町屋の建築を手掛けた。住屋の、文助であるため、角文で、長通っていた。鈴木文助は、かつての主家だった神谷家の三重と再婚し、三重との間に生まれた、鈴木三郎が二代目となった。 鈴木三郎は上京して、慶応義塾の福沢諭吉のもとで学んでいたが、1902年には鈴木文介が休止したため、17歳で核分在目点を継いだ。鈴木三郎は妻の際との間に一男二女を設け、優れた才覚で事業を飛躍させたが、長男は太平洋戦争の終戦後にシベリアに抑留されて死去した。鈴木三郎は、養子として、 鈴木康平を迎え入れ、1953年にはまだ23歳だった鈴木康平が3代目として、核分材目点を継いだ。鈴木康平は、初仕事として、千田郡竹豊町の千立家神社を手掛けている。1959年の伊勢湾台風後には、北下良国稲部町から木材を仕入れ、損失を覚悟で、刈谷市に130個の仮設住宅を建設したことで、 地域における信用を獲得することにつながった。それまでの核分材目店は、木材の販売が中心だったが、1960年8月31日には、株式会社核分建設を設立し、本格的に建設業界に進出した。1963年には、創業100周年を迎えた。1964年には、刈谷市桜町の4階建て、 ビル、伊藤ビルに移転し、1972年には、刈谷市一色町の一色町ビルに移転している。鈴木康平は、事業の多角化を図り、自動車の部品製造、ゴルフ場の経営、人材派遣など幅広い業種を手掛ける各分、グループを形成した。創業120周年を迎えた1983年には、分場マンションの建設にも進出した。 1990年には鈴木康平の長男である鈴木文三郎が四代目として各文木材工業の社長に就任した。1991年には共同企業体で安城市の壁回信用金庫本店の建設を受注。1992年には共同企業体で仮屋市総合運動公園多目的グラウンドの建築を受注。 1993年には創業130周年を記念して本社ビルを創業地である刈谷市伊豆田町に建設して移転した。2002年には鈴木文三郎が各分建設の社長に就任している。2004年には共同企業体で刈谷ハイウェイオアシスの建設を受注。2008年には共同企業体で カリ市役所新庁舎の建設を受注した。2009年には、核分建設株式会社と住まいの核分株式会社が合併して、核分株式会社となった。2013年7月には、創業150年を記念して、樹齢約150年の欅の一枚板を用いた看板を本社ビルに設置した。2020年時点で、鈴木文三郎は、 カリ商工会議所の副会頭を務めている。ビオトープ、藍妻の里2003年には、環境事業の一環として、カリ市、伊豆田町の本社敷地内に、ビオトープ、藍妻の里を整備した。2005年からは、地元の児童らがホタルの放流体験などを行っている。2005年には本社近くのホタル小屋でホタルの飼育を開始し、2018年時点では、 平家ホタルの幼虫を約1万2000匹飼育している。2018年にはホタルの飼育や放流などの活動が評価され、環境省が水辺の環境保全活動を表彰する子供ホタレンジャーで奨励賞を受賞した。企業が受賞するのは全国初である。2005年には豊田市や佐地区の山林230ヘクタールを購入し、約半分の面積で、 水源の森づくり活動を開始した。2018年からは間伐材を用いた消臭グッズ、消臭木を製造し、顧客や取引先に配布している。ありがとうございます。